タバコ病は、タバコの喫煙、受動喫煙等により罹患する疾病の総称。慢性閉塞性肺疾患は、タバコ病の主な疾患であり、一般向けの故障として用いられている。また、癌、心臓病、呼吸器疾患などを含めた故障としても用いられる。慢性閉塞性肺疾患に侵された肺。喫煙により、黒色炭素が詰まっている。 慢性閉塞性肺疾患は、通称、タバコ病と呼ばれ、タバコ病の主要な疾患である。タバコ病は、以前、慢性閉塞性肺疾患の新たな名称の、候補名であった。2010年7月、厚生労働省の検討会において、COPD をはじめとしたタバコ病という位置づけで、タバコ病が用いられるほか、COPD は、 タバコ病と呼ぶという案が検討され、いろいろなタバコ病があって、COPD がその中に一つあるという案も出された。2010年11月には、COPD を医療機関向けの名称にして、一般向けの名称はわかりやすくするために、イタバコ病にするという検討がなされた。特定非営利活動法人日本禁煙学会は2007年に、 日本政府へ提出した文書において、タバコ病として、がん、心臓疾患、循環器疾患、呼吸器疾患などを挙げている。FCTC 推進国民会議代表、加納正人編集、医師、松崎道幸とタバコ問題情報センター代表、渡辺文学の監修による、タバコ病辞典においては、タバコ病として260種類の疾患が研究に、 基づいて挙げられている。タバコ病辞典は、厚生労働省、タバコ、アルコール対策担当者講習会において、引用されている文献である。タバコの喫煙により、肺癌、肺気腫などの、タバコ病に罹患した患者が起こした裁判がある。タバコ病根絶に関する請願が6件、2011年の第179回国会に付託されている。 世界保健機関においては、英語で、タバコ、リレーテッドディジーズ、タバコ、リレーテッドイルネスアンドです。タバコ、リレーテッドディジーズアンドです。タバコ、リレーテッドディジージスアンドデスズですず、タバコ、リレーテッドディアンドディジーズという表現がある。世界保健機関によると、タバコの使用は主要な予防できる死因であり、タバコに関する疾患は、心筋拘束、癌、脳梗塞。 肺気種、肺疾患、その他の疾患などである。タバコ病として挙げられている主要な疾患の一覧。性機能疾患妊婦の疾患退治、乳幼児の疾患授乳による、疾患性機能疾患がん呼吸器疾患循環器、疾患妊婦の疾患小児の疾患。ありがとうございます。